広島自動車道は、広島県広島市浅南区の広島ジャンクションから、同市浅北区の広島北ジャンクションに至る高速道路である。略称は、広島道。高速道路ナンバリングによる路線番号は、中国自動車道の広島北ジャンクション千代田、ジャンクション間、浜田自動車道と共に E74 が割り振られている。 広島西風神とインターチェンジ付近から広島北ジャンクション方面を望む国土開発幹線自動車道の路線名は中国自動車道の広島北ジャンクション千代田ジャンクション関と浜田自動車道と合わせて中国横断自動車道広島浜田線であり道路線の全体の距離が約 20km と全線開通している高速道路としては短く事実上 中国自動車道と山陽自動車道の連絡道路として扱われており、標識も中国道及び山陽道への進行を促す形になっている。独立行政法人日本高速道路保有、債務返済機構の道路資産保有及び貸付状況では区間を、広島市浅南区沼田町大和友から、広島市浅北区浅町大技井室までと示しており、 広島ジャンクションが起点であることが示されているが IC 番号やキロポストは北陸自動車道と同様に終点の広島北ジャンクションから起点の広島ジャンクションへと向かって設置されているこれは国土開発幹線自動車道上の扱いは中国横断自動車道の一部となっているものの実際には中国自動車道から分岐する形で開通し さらに、東路線から精神する形で、山陽自動車道が同時開通したという経緯に起因するものである。国土開発幹線自動車道の路線名、高速自動車国道の路線としての奇襲点は、広島ジャンクションから、広島北ジャンクションの順であるが、このセクションでは、IC 番号、キロポストに従い、広島北ジャンクションから、広島ジャンクションの順で記述する。 道路線は総距離が短く、休憩施設は、9時パーキングエリアのみである。一般的な PA の設備内容で、深夜営業はしておらず給油所もない。トンネルの数より一部データを抜粋して作成、E2A と重複ナンバリング。広島道と近接して並行する2桁国道に54号があるものの E54 は、 松江自動車道、尾道自動車道に使用されている。ありがとうございます。